G7 広島サミットまであと72日。広島夢プラザではサミットに向けてお揃いの法被を着て接客を行っていました。広島の地域の美味しいものがここにあるよといったところで、ぜひ世界中の人がですね、一度立ち寄っていただけるような場所にしたいというふうに思っております。サミット土産にいかが？夢プラザから新たな広島土産を開発。広島県内のお土産物を一堂に品定めできる場所といえば、去年の9月に大規模リニューアルを行いました広島夢プラザなんですが、さてその店内には県内の特産品、一体何アイテムぐらい置かれていると皆さん思うでしょうか。いかがでしょう。皆さんいかがですか。200。200。やりすぎ、言いすぎた。200。あ、でも200、23市町かける10とかでね。そうです。230とか。そうですね、はい。結構ありそうな気がするので、私じゃあ300にします。300。うん、こちらです、正解。うわ、200アイテム。桁が違った。殺せましと並んでるわけなんです。2200あります。本当ね、毎日行っても飽きないぐらいたくさんいろんなものが置いてある場所なんですけれども、そんな広島夢プラザからですね、サミットを視野に新たな商品開発の取り組みが始まっているということなんで取材しています。広島市中区本通りにある広島夢プラザです。県内の特産品や一品が店頭に並んでいます。去年9月に開業23年目で初めての大規模リニューアルをして、来店客数は 1.5 倍、売上も 131% 増で推移しているということです。デイリー毎日入ってくる、パンでありますとか、お惣菜でありますとか、お弁当でありますとか、そういったお客様にですね、やっぱり、期待していただいている商品が数字をですね、残しているかなというふうに思っております。店内の一番奥にある地酒コーナーでは、観光客が宿泊先で楽しもうとミニボトルを、そしてお土産用には4号瓶を買い求めていくそうです。そんな売上好調な広島夢プラザが G7 広島サミットの開催を絶好の機会と捉え、国内はもとより海外にもアピールを推し進めようと、地元の事業者とタッグを組んで新たな商品開発、販路開拓に乗り出しました。この日店頭には5商品が納入されました。こちらの商品は甘人の藻塩ジェラートです。瀬戸内の海水から作られた藻塩と瀬戸田のレモンを使ったコラボ商品です。こちらの夢プラザ様の方からドルチェ様を紹介いただきまして、とにかく地元で盛り上がるような商品を作っていきたいということの意図をいただきまして、甘人の藻塩とドルチェさんのアイスというのをですね、コラボして塩アイスというのを作っていこうと。甘人の藻塩はこれまでエビセンをはじめドライフルーツやスープなどさまざまな商品とコラボしてきましたが、夢プラザからのアプローチは初めてです。生産者の気持ちもよく分かっていただいておりますので、どこで苦労するのか、どこがやっぱりお客様に訴えられるのかっていうところもよく分かってますので、それが非常に力強い力となってます。私どもとしては。こちらは広島ビーツのピクルスです。このビーツっていうのがまだ周知されてないので、もっと食べやすい形で提供できないかなっていう思いで、こういうピクルスを作り始めたんです。商品化までは半年以上かかったそうです。これチーズと食べると美味しいんでしょうか。そうですね、ピクルスなんで。チーズと、ね、今回のものはですね、チーズの取り扱いを強化して、でチーズを売るためにこういう商品です。ピクルスのセットで。その他、東広島市黒瀬町の精肉店が作った牛すじ肉のガーリックバター煮込みや、冷凍食品に仕上げられた芸北サーモンを使用したピザが店頭に並びました。ピザの材料となった芸北サーモンの生産現場を訪ねました。北広島町にある大暮養魚場です。山を越えるともう島根県という県境にあります。見ていただいた一目瞭然で、すげえ綺麗です。水が命というか、こんなところで飼ってるのやっぱ美味しいです。商品化には1年ほど時間がかかったそうです。今までいろいろ試行錯誤してですね、なんかいろんな商品になるかなと思って
まあ、考えてきてるんですけど、有名な夢プラザさんへピザという形のフレークなんですけど置いていただいて、もう今日どうだったかなと思って夕方でも電話してみようかなと思ってワクワクした感じで感じてますね、はい。サーモンって、まあ、いろんな食材に合うと思うんですけど、チーズとかそういったものと結構合うんじゃないかなという、まあ、自分の好みが大きいんですけど、でそれをピザをまずやってみた、見ようかなという話になったんですよね。この日地元の中学校では芸北サーモンを使った新たな商品化に向けて試食会が開かれていました。その新商品がこちら、芸北サーモンバーガーです。来年度の販売を目標に、まずは地元の子どもたちに食べてもらうことになりました。片桐社長も子どもたちの反応が気になります。おいしいですか？どうですか？おいしいですか？はい。骨とかないでしょ？ちゃんと今日朝きれいに取って食べやすいと思います。そんなに魚っぽくなくて美味しいです。もちもちしてます。地域活性化になってとてもいいし、広まってほしいなと思います。生徒たちは地元の食材メニューに満足そうでした。この芸北サーモンバーガーも夢プラザの店頭に並ぶ日が来るのでしょうか。まずは芸北サーモンピザの成功が鍵を握ります。皆さん注目をされるショールームというか場所だと思うんで、あそこに置いていただいて生のまた声をお聞かせいただければ、まあ次のまたこれが最終到達点ではないと思ってますんで、大切な一匹一匹命なので、やっぱり命をいただいているその価値をしっかり僕自身が考えながらですね、余すことなく使ってやって、皆さんにより美味しいものをですねお届けしたらなと思ってます。広島夢プラザで始まった商品開発支援、 G7 広島サミットとその後を見据えた新たな広島土産の誕生に期待が膨らみます。今度は世界からいろんな人が来られますので、広島は美味しいねとか広島いいねというふうにですね、本当に思っていただける、ことをですねどんどんもうやってまいりたいというふうに思っております。そうですよね、まあ、サミットをきっかけにこう世界の人に愛される新たな広島土産、広島の味っていうのもね誕生してほしいなと思いますね。木村さんいかがですか？絶好のチャンスですよ ね。これを SNS に上げまくっていただいて、ね、試食をしてもらいまくったら、ね、広島が活性化されるんじゃないかなと期待してます、サーモンとかすごい ね幅広い国で人気になりそうですもんね。そうですよね、結構いろんな国でも食べられている食材だと思いますし、もちろん海外から来る方もそうですけれども、今回を機になんかこう広島に住む私たちも新しいコラボ商品が生まれたんだって嬉しくなったりだとか、人に紹介できるものが増えるっていうのは嬉しいので、地元の人も意外と好きなんじゃないかなと思いますよね。そうですね、実際、まあ、そういうふうに、まあ、試してみるチャンスにもなるんじゃないかなというふうに思いますし、まあ、そもそも広島のお土産物ってこの2200アイテムって先ほどお伝えしましたが、まあそれ以上のですね、まあ数多あるものの中から広島夢プラザはまあ例えばどんなニーズがあって、でどんな風に売れていくのかというそういったデータがあるわけで、ですから生産者側としてもこういったね、まあ呼びかけがあると非常に安心して取り組めるんじゃないかなと思います。で、まあもしかするとこれサミットでね、あのメディアセンターっていうのができまして、世界のメディア向けにお土産物が販売できるブースなどもできるというふうに言われてまして、もしかしたらそこに並んだらいいなというそういった期待感皆さんあるわけですよね。なるほど、はい、さあ今後の取り組みに期待したいと思います。以上深掘りニューステグでした。